トレンドしている宗教的プログラムの構造と解釈という漫画について語っていただけますでしょうかということで、えー、ランププラスの本なんですかね。なんか1話無料みたいな感じなんで、えー、実際の話は読んでみていただけるといいかなと思うんだけど、まあ話の内容的には、えー、その、ボーイミーツガール話でですね、ガールミーツボーイか、どっちかっていうと、女の子が主人公で、えー、その、 ある男の子に神様になってくれないかみたいに頼まれるみたいな、そういう話で。で、神様って何かっていうと、その、インターネット上で、えぇ、ー、VR じゃなくて、なんて言うんだっけ、VTuber? みたいな感じになって、こう、聖典として与えていくみたいな、そういう感じなんだけど、まあ、その中身はね、あんまり、その、新しく、新しくないというか、うん、神様の中の人をやってくれみたいなことなんだけれども、えー お答えください。神の言葉は絶対ですかい,いえ、意思決定を他人が強制することはできません。日々のげ言業や断食のように厳しい意思が必要ですかい,いえ、仲間意識の情勢にだ役立つと思いますが、エスカレートすると危ないですからね。汚したものは使えますかい,いえ、苦境に財産を投げすのは快楽ですが、きちんとの破滅を招きますかね。神は病気に治せますかい,いえ、それはただの詐欺です。っていうふうにして、その、かなりまっとうな <laughs> あ、こう、協議が展開されているという感じですかね。えー、なんだけど、うん、まあ、あんまり、えー、そうね、その、 バーチャル VTuber が次の宗教になるみたいなっていうのは、あまあよく言われているんだけれども、その、神様ってか、まあアイドルっていうのは偶像っていうんだけれども、偶像とは何かという話、えー、でですね、偶像っていうのはか神様のように崇拝されるものってことなんだけど、えー 神様に、神様あるいは神様に似たものっていうのは、まあ、アイドルっていうんだけど、その偶像ね。で、偶像の条件っていうのは何かっていうと、その、代謝をしないっていことなんだよね。その、だから、えっと、神様っていうのは、まあ、クルアーンとかには生みもせず生まれもしないって言葉がありますけれども、要するにその、新しく何かを作り出したりとか、えー、こう死んだりとかしないと。まあ、これ言い換えれば代謝をしないっていうことで言い換えられるんだけれども、まあ、つまりその、ものを食べたりとか、あるいは吐き出したりもしないと。 で、えっ、ー、と、まあ、具体的にはその、例えばアイドルはうんちしませんみたいなさ、そういう言葉ってあるけども、それってすごい正しくて、その、アイドルっていうのは偶像っていう神様のように崇拝されるようなものっていう意味合いなんだけれども、その、それっていうのは、退社をする、つまりうんちをしないっていうのが、その必要条件なわけだよね。えー、なんで、その、じゃあ本当にアイドルって何なのっていうと、人間だと結構厳しいわけよね。その、うんちはするわけであって、えー、なんだけど、全くその、退社をしないものっていうのは、その、 そもそも偶像にもなれないわけ。まあ、例えば、地蔵とかはしないけどさ、今の時代そのぐ、地蔵崇拝とかっていうのは新し,しくはしにくいわけで、何か言葉を発するものっていうのを我々はその信頼したりするわけであって、言葉を発してかつ代謝をしないと何かっていうと VTuber になるわけよね、うん。私は人間だからさ、ご飯も食べるし、飲み物も飲むけど VTuber っていうのはそういう場面を見せ,ら見せないわけじゃないですか。か半分人間であって、半分人間じゃないっていうのは、その次の崇拝対象になるだろうっていうのは結構言われてる話なわけだよね。うん でも、それを題材にした話ということで、まあ、そういう意味合いでは一、一週その、なんて言うんでしょう、ねあの、真理を得ているものなんだけれども、まあ、その宗教的な内容はね、そのなんか、すごい平和的なあ、神の言葉は絶対じゃないし、記者はしないし、病気治せないし、断食とかしないみたいなね、そういうような、その、ただもう宗教って、じゃないじゃんみたいな、ね、要するにその、宗教って何かっていうと、えー、こう、 規範規範なんだよね。何しなさい、何しちゃダメですっていうのを命令する規範善悪を決定する規範のことを宗教っていうんで、なんかこれはね、その、神のことは絶対ですから、意思決定他人が強制することはできませんって言ってるんだけども、じゃあその意思決定をするものって何なのって言ったらさ、例えば個人の脳とかさ、そういうふうに何か、あの、 それ以上のものっていうのがあるわけだから、まあ、これはまあ宗教とは言えないなと。話の内容としては、まあ、まおそらくそんなに面白くならないなと思ってるんだけども、題材としては、まあ、面白いかなっていう感じがしました。まず、あ、リクエストとしてあったんで、この話をしました。はい。いった感じでね。え、しばくしっかりやめて,てください。お手の方さあ、ありがとうございます。ナイスパー。善悪の規範を決定するのが宗教、いいこと、うん。そうですね。まあ、そもそも善悪っていうのがあるのかないのかっていうね、話の中で、その、善悪は自分たちが決めるっていう風になっちゃうと、 うん、それはもう、なんていうか、<laughs> なんでもないからね、お前ね。あるいは前夜から民主主義的に決めるとかさ、そういうような話になっちゃうと、わけわかんないからね。うん、ってな感じですかね。なんか宗教ネタはれば喋れるんだよね。うん